はい、どうも皆さんこんばんは。今日はね、ちょっとね、朝、ちょっと今、こんばんはって言ったんですけど、今朝なんですけれども、朝ご飯にぴったりなねもの発見しました。セブンイレブンで発見したので、紹介していきたいと思います。それがこちら、はい、温めてふんわり食感ホットビスケットということで、何なんだろう、ちょっと見た目一瞬パンケーキというかかなと思ったんですけど、ちょっと違うみたいですね。ビスケット、ホットビスケット、ちょっとあんまり聞いたことない。で、多分電子レンジでチンするタイプですね。外袋から取り出し、トレイをミシン目で2分割、シロップを抜き取ると。で、凍ったままラップをかけずに加熱。で、だいたいお家のね、家庭にある電子レンジで多分500ワットとか600ワットなんで、それをまあだいたい1分ちょっと、ちょっとレンジで、チンするというものですね。なんだろう、これね、これホットビスケット、てっきりね、パンケーキっていうかパンケーキだと思って買ったら、よく見たらあれ、ホットビスケットなんだろうみたいな感じでね、ちょっと気になったんで買ってきました。どうなんだろう、ちょっと開けてみます。うまそう。でもね、ちょっと肉を温めてみよう。あー、何これ、なんか一瞬ねシュークリームに見えた。あ、でもカチカチ。なんだろうこれ。で、で、これもね、セブンイレブンさんの冷凍コーナーに、置いてありました。ビスケットってなんだろうね。なんか朝ごはん、シロップ、もちろんシロップはチンしたらあれなんで、抜き取ると、シロップは抜き取ります。なんかパンみたいな。こんな感じ。ちょっとチンしていきます。で、じゃあちょっと今回ね、ちょっともう朝ごはんで食べようかなと思うので2個で、ちょっとじゃあ1分20秒ほどちょっとね温めていきたいと思います。レッツレンタイ。はい、というわけで、電子レンジでねちょっと温めてきました。すごい、あのね、いい匂いします。なんだこれ、なんかね、シュークリームの生地みたいな感じかな、これ。でね、非常に便利なのが、これちょっと待ってください。トレーごとね、温めて、できるので、なんかこう、お皿に移したりとかっていうのがないので、非常に便利かなと。ちょっと食べるときお皿移します。よいしょ。ちょっとね、お皿離して。で、ちょっとシロップ。ということで、まあ蜂蜜ですよね。やべ、蜂蜜混ぜちゃう。蜂蜜が硬くなっちゃった。で、ちょっとこんな感じで、まあ蜂蜜をちょっと絡めて食べると。なんだろう、匂いなんだろうこれ。でしょうか。何なんだろうねこれ。ちょっと食べたいと思います。あ、ちょうどいい。なんかシュークリームの生地みたいだねこれね、外から見ると。なんかちょっとパイの実みたいな、
なんだろうこれ、あのね、甘さが程よくて、これすごく朝食にいいかもしれない。あ、いいね。なんかね、ビスケットって書いてあるんだけど、なんかビスケットとそのまあパンケーキというか、パンケーキの中間みたいな味がします。結構初めて食べた、まあ、初めてぐらいな食感というか、なんか面白い、面白いですねこれ。なんかね、なんかパンみたいな感じでもあるし、ビスケットみたいな感じでもあるしっていう、ちょっと不思議な、こうなんかね、ほんとパイの実みたいになってる。でね、やっぱね、蜂蜜合いますねこれね。あー、なんかいい朝食って感じ。うまい。確かにホットビスケットっていう感じではあるわ。はあ、これうまいよ。ちょっと騙されたホットケーキと思って、間違えたと思って、見た目ホットケーキっぽかったんで、ホットケーキかなと思って買って、間違えて買っちゃったんですけど、美味しいね。なんか濃いパンあるよね。なんだっけ、あのスタバとかに置いてあるパン。パンみたいなやつ、なんだっけ。名前出てこねえ。美味しいこれ。うん、あー、これいいかも。あ、なんか牛乳とかと一緒に食べたい。はい、改めまして、温めてふんわり食感ホットビスケット、本当にね、まあ、パンみたいな感じでもあるし、なんだろう、ホットケーキみたいな感じでもあるし、確かにビスケットと言われればビスケット、ちょっと不思議なね、感じで、すごい、ただね、美味しいです。うん。美味しいです。こういうのね、朝ごはんにはぴったりなんじゃないかなと思います。これセブンイレブンのね、冷凍コーナー。で、あといいこととしては、電子レンジでもう1分ぐらい、チンしたらすぐ食べられるので、忙しい朝にもぴったりなんじゃないかなと思っております。でね、まあ、特にね、学生さん、たくさんいらっしゃるかと思いますので、朝ごはんねしっかり食べて、頑張ってね、学校、あと、まあ、仕事してる方も、行ってほしいなと思っております。はい、では、またね、セブンイレブンなどでこういったちょっとね面白いシリーズありましたら、また紹介させていただきたいと思います。今ねワールドカップ期間中ね、すごい、寝不足続いておりますが、なんとかね、動画の方も、まあ、休まず、頑張っていきたいと思います。では、ワールドカップ期間中はね、ちょっと挨拶変えさせたいと思います。頑張れ日本、ムーム。最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time.